こんにちは、コントロールネメシスです。デッキを見る場合は一時停止でお願いします。それでは対戦をどうぞ。ということで一時期環境にそこそこいたデッキ、コントロールネメシスを使ってきました。目標は切断されることだったんですけど、割とすぐに達成できました。今まで皆さんがトラウマを植え付けておいてくれたおかげですね。ありがとうございます。ただそんなコントロールネメシス、別に最強デッキではないんですよね。そこが逆にブチギレポイントと言いますか。アルバハと同様にランクマにしか存在しないデッキになっていて、コナラ能力変更しなくてもええか。そんな感じで一生調整されずに居続けるデッキになっています。インベーダーや内包者、ニュートラルで言うとクロノスですね。とにかく妨害に適したカードがネメシスに集められています。これにアルバハまでいたらとんでもないことになってましたね。PP は少ない、デッキも少ない、ハンドも少ない。そんな地獄のようなデッキが出来上がっていました。恐ろしいね。でもそんなデッキがあろうがなかろうが、強かろうが弱かろうが、一年ぶち切れる必要がないのが今のシャドーバース。非常に心穏やかに妨害デッキを相手にできます。下手すると環境デッキの中で1番か2番目にストレスフリーかもしれません。トップギアが強すぎますからね。相手の引き次第なところはありますけど、大体は間に合わないといった印象です。なので勝てる相手はティアガ界の方のデッキになります。火力を出すのに時間がかかったり、キーカードが多すぎて捨てられるとオワコンになったり、そういうデッキを潰しやすいデッキになっていますね。一応馬勝ち四軸も対象にはなると思うんですけど、相手の手札がわからないので何とも言えません。多分リタイアしたら馬勝ち四が消えたってことなんでしょうけど、バクチすぎてわかりません。そもそもランクマに馬勝ち四が少ないので、マッチするところまでがバクチみたいなところもあります。なのでどういういかつわかりやすいのがミルナードバンク。ミルナードは公開情報で手札にいるかどうかわかりやすいので、タイミングを見計らってハンデスをすることが可能です。ただミルナードもマガチヨと同様に数が少なく、狙い撃ちするにはちょっと難しい感じですね。なので今回は一応ラスは対策を多めに詰め込んだデッキになります。体感でしかないんですけど、ランクマのネクロはちょっとだけ多い気がするので、ダークアリスをケアしつつの構築になっています。オディールも一応対象になるのかな？消滅や変身で対処する形にしています。あとはもう耐久してのんびり切断を待つだけです。簡単だね。やること自体は非常に簡単なデッキなので、今からシャドーバースを始めても使えるかもしれません。いや、勝ち筋がわかりにくいから逆に難しいのかな？何年もシャドバをやってると基準がわかりませんね。というかそろそろビヨンドの新情報があってもよろしくないですか？見落としているだけならいいんですけど、クローズドベータテストとか、そういうのはやらないでいきなりリリースする予定なんでしょうか？仕組み自体はそこまで変わらないので問題ないとは思いますけど、仕組みが変わらないことが問題になる恐れもあるので、ベータテストは開催してほしいですね。対戦システム以外が気になってしょうがありません。切断とかミッションとかね、プレイヤーリスペクト宣言はちょっと違う内容かもしれませんけど、勝ち確定で無駄をしまくる。それがミッション消化のためだと言われたら許すしかありません。無駄じゃなくて合理的プになりますからね。なのでミッションはもう1勝3勝5勝で固定。そうなってくれたら最高だなって思います。変更したらルームマッチになるとか、6章を変更したら7章になるとか、フリーカードパックチケットの報酬とか、他にも色々と言いたいことはありますけど、7年のノウハウを活かした仕組みになるといいですよね。私はどうなろうと結局やるんですけど、新規に同じ苦痛を味わせて引退という線だけは潰してほしい。そう思ってます。あとはさすがにないとは思うんですけど、錬金術システムもないと嬉しいですね。リリース初期の話なので知らない人が多いと思うんですけど、初期の2ピックって勝てれば無限にルピが増やせたんですよね。3勝か4勝で入場料よりもルピがもらえたんでしたっけ？そんなとんでもない仕組みが一時期まかり通っていたんです。私はそれを知るのが遅くなって一時期やめちゃったんですよね。カードゲームなんてよくわからないし、なんかめちゃくちゃ損をした気分になってアンインストールしました。戻ってきた理由は忘れましたけど、そういう歴史もあったんです。確かね、
あとはシンプルにデッキを全クラスで作れなくて飽きた記憶もあります。というか言っていて思ったんですけど、シャドバってやめるきっかけになる要素が多すぎますよね。やめるきっかけだけで原稿用紙が何枚も埋められそうです。皆さんもいろいろとやめるきっかけあったんじゃないでしょうか。動画だけ見るようになったとか、異常なカードにムカついてやめたとか、いろいろとあると思います。今回の相手は引退してないといいですね。お見事です。にちゃー。ということでコントロールネメシスでした。特に言うことはありません。とりあえず一戦が長くなりますし、回復と火力を考えるとライナの方がいいのかな。優越するかどうかで話が変わってきますが、おすすめはしきれません。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。